9月26日、五箇所裏の昇仙寺で月見の会が開催されました。この催しは十五夜の頃になると行われ、今回で8回目を迎えました。会場には周辺に住んでいる方を中心に多くの方が訪れ、演目に合わせて手拍子が起こるなど盛り上がっていました。町内の子どもたちが参加するポンポコ劇団によるダンスパフォーマンスでは、来場者の前で元気いっぱいに踊りました。その他日舞も披露され、優雅な姿に来場者は見入っていました。などの名曲が篠笛で演奏され、来場者はこの季節に似合う音色を楽しんでいました。笛の音とともに来場者が一緒に歌う姿も見られ、会場は奏者と来場者が一体になっているような雰囲気でした。東南アジアのブルネイから日本へ留学している原さんが特別ゲストとして招かれ、現地の様子などを話したほか、母国で有名な歌を披露したり、日本の歌を歌う場面もありました。来場者や参加者は秋を感じる催しを満喫している様子でした。